皆さんこんにちは。今日はインプット完成講座を無料体験ということで実際に講義内容、皆さんに聞いていただくようなガイダンスということになります。えしたがってえまあ、これ土地家屋調査士試験のまあ、講座のガイダンスということになるんです。けれども、土地家屋調査士という。まあ、資格がまあ、どんな資格なのかまあ、そういう。 た方に関しては別のガイダンスご用意しているのでそちらの方もねぜひ、えー、ご覧いただきたいと思ってますで、えー、土地家屋調査士というのがまあこんな仕事してるんだな、ね、でじゃあそのためにどんな試験を受けなきゃいけないのかな、ね、でこれが分かった方はじゃあ実際にレックではどんな講義をしているのかな っていうのを、ぜひこのガイダンスでね、見ていただきたいと思っています。えー、私はレックで、えっ、ー、と、地価調査士試験の、えー、講座を担当しています。レック専任講師の木村真由美と申します。よろしくお願いします。はい、え、で、このガイダンスで使っていくレジュメ、ご用意しています。 はい、ぜひこちらをねダウンロードしていただいて、えー、お手元に置いていただき、えー、一緒に、えー、講義を体験していただきたいと思います。はい、でまあこれ「インプット完成講座」とありますけれども、まあ、これが実際に REC の、まあ、初級講座、えーまあ、土地家屋調査士試験についてもう右も左も分からない状態の方がもう1年目で受けていただく講座になります。 ね、ですからもう1からもうしっかりやっていきますので、まあ、その辺りはね全く心配していただかなくて結構です。で、まあ、どんなカリキュラムになっているのかっていうのをちょっとパンフレットを使ってねざっくりと最初に説明させてください。はい画面見ていただいて。 はい。パンフレットね、必要な方は、ぜひ、あの、この後請求してくださいね。で、あの、お手元にあるよという方は、これ、12ページになります。土地家屋調査士合格コースというのが、まあ、これ、初級コース、ね、基本のコースになっていて、ここにあるインプット完成講座、ね、この、まあ、体験だと思ってください。ちょっとアップにしますね。 はいでまあこれカリキュラムとしてはこのインプット完成講座があって、まあ、ここで一通りすり全てを習得するそして直前ファイナル答練というのが、まあ、これ実際に模擬試験ということになるので模擬試験本試験型の試験を受けて10月に本番、ねまあ、こんなふうになっています。でこのののインプット完成講座の中の 全体構造編ね。ここの体験になります。で、全体構造編でまあ、ここでざっくりと土台をねまあ、全体構造という名前からもわかる通りまあ、全体を。大枠をつかむということになります。そして、その後に徹底解析編まあ、メインになってくるね、えー、講義内容になります。だから、まずは全体をつかむための全体構造編。 で、この中でも理論と書式に分かれますね。で、この理論と書式なんでこんな風に分かれるのかというと。土地家屋調査士試験の。形式なんですね。択一問題。それから書式問題という風うにこれ分かれます。これ本試験の話です。 でた択一問題というのは五詞択一の問題これが20問これが50点満点そして書式の方これもやっぱり50点満点なんだけれども土地に関する問題建物に関する問題というふうに分かれるのでこの書式問題っていうのがなかなかこれ独学では難しいところなんです。 で講義内容も卓一対策書式対策というふうに分けるためにこんなふうに分けられていますでこれは徹底解析編に入ってからも同じ「理論」と「書式」というふうに分かれます。ね、ただ最終的には ここの相互学習によって理論と書式の相互学習によって両方の実力をしっかりとしたものにしていく、ね、そういったイメージになります。ね、でここのテキストというのがパンフレットは16ページまずここに全体構造編として載せてある「 理論の教材とそれから書式の教材ここから一部を抜粋してこの後実際にこんな風に講義してますよというのを皆さんに体験していただきますはいで理論の方はもうこれ割と薄いテキストになりますこれ3回でやっちゃいます、ね、ただここの内容っていうのは17ページにある徹底解析編に入ってから理論 ここでしっかりやる内容なのであくまでも大枠をつかむ、ね。まあ土台となるイメージをつかんでもらってその内容は徹底解析に入ってからも細かくしっかりとやっていきます。ね、そして書式の方はこれ全体構造の土台が非常に重要になってきます。ね、でここでまず書式対策としてどんな知識が必要なのか。ね、まあこのスタートブックが 辞書代わりになると思ってください、ね、徹底解析に入るまでは全体構造で使うこのスタートブックここを復習復習しながら問題を繰り返し解いていくというような内容になります。で徹底解析に入っていくともうこれは書式、ね、ここで計22問の問題を解いていただくことになるので。 二十二問じゃないです。二十二回の中で二問ずつ提供するので、四十四問の問題を実際に解いていただきます。ね。だからここでもう皆さんは演習して講義で解説を聞いて、これをひたすら繰り返します。ね、で、理論の方はもう普通に二時間半ずっとね、理論の学習ということになるんですけれども、要は理論と書式メリハリつけてしっかりと 学習していくで最終的にはここが両方の知識として定着させていくねこれが目標になりますはいでまずはこの全体構造編の理論それから書式の抜粋ということでね皆さんにこの後講義を受けていただきたいと思います はいでまあ実際になんでこんなガイダンスをね設けるのかというとやはり土地家屋調査士の試験対策ねこれ1年近くやっていくっていうのがまあだいたい平均なのかなと思います長い方だとまあ1年ちょっとねかけてじっくりじっくりやっていくねあとはもう時間がまあタイトでも もう一日例えば4時間5時間勉強できるっていう人は正直半年なんかでねやってしまう人もいると思いますけれどもまあ自身が置かれているまあ立場勉強時間をどのぐらい確保できるのか一日、ねまあ、そういったことでもね随分変わってくると思います。ただまあこの対策として ね、とにかくまあだいたい平均1年ぐらいをかけてしっかり学習していこうというようなね、えー、カリキュラムになっていますのでまあ毎日毎日コツ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 継続することが重要だと思ってくださいね。そしてやはり1年ぐらいの学習期間ということになると途中で挫折しちゃう人っていうのもこれはいなくはないですね。で通信の方なんかだとやはりモチベーション保つのもなかなか難しい ね、ただそのモチベーションとにかく持ち続けられるように講義の方はやはやり工夫していますそしてプレゼンターに移しながら定規はこう使いますよ電卓こう叩きますよ、ね、実際に画面に映してやるので、えー、通信の方でもね安心してこれついてこられるようになっています。ね、でまあこれはいくら口で言っても皆さんに実際に体験していただいた方が、まあ、これはい ね、まあ百分は一見にしかずですよね、まあ、だからこんなふうなねでこれであこれいけそうだなっていうふうにね思っていただければぜひ申し込んでいただいて一緒に勉強しましょうっていうことになります、はい、えではね早速始めていきましょうはい先ほどのレジュメですね「インプット完成講座を無料体験」。 こちら1ページ目めくっていただくともう早速ね始まります。まずは理論の方からになります。はい。1ページ目。まずは各種の表示に関する登記というふうに出てきました。はい。表示に関する登記。 陶器っていうのはこれ二種類ありますはいでこれは皆さんのねレジュメにはちょっと挟めなかったんですけれどもこの陶器事項証明書陶器事項証明書って聞いたことあるという方もね多いかと思うんですけれども陶器記録の内容を書面にしたもの ね、要は不動産の情報っていうのはこれ登記とというところで登録されているんです、ね、ですも登録されていると言いましたけれども誰かが登録しなければこれは登録されないわけですよね。で誰がするのって言ったらこれは「く分建物」とあるのでこの建物の所有者がやらなきゃいけないんだっていうことになってきます。ね、ただ建物の所有者がみんながみみんんなな この登録の仕方ね知ってるかって言ったらそうじゃないわけですよね知識がないわけですねだからそれをこの所有者に代わってこの表題部と呼ばれるところを土地家屋調査士がそして権利部と呼ばれるところを司法書士の先生方が所有者さんに代わって代理で行いますよねそんな風になっていますで。 表示に関する登記というふうにね先ほどレジュメに出てきましたけれども表示に関する登記っていうのはこの表題部に記録される事項のことこの部分の登記のことを表示に関する登記というふうに言います。でこの部分は土地家屋調査士しか代理で行うことができない要は行とすることができない部分ということになるので土地家屋調査士の独占業務の部分です。 まず表示に関する登記といったら建物やもちろん土地もそうです、ね、その表題部に関する陶器のこととだなと思ってください、ね、で表題部って何が記録される部分なのかというとここにあるように種類構造床面積、ね、いわゆる物理的現況が登記される部分ということになります。 で土地に関しても建物に関しても物理的現況ということになるので当然土地家屋調査士は現地に赴いて現地を調査しなきゃいけない要は現場作業といううのがどうしてても出てきます、ね、そういったところを楽しんでできそうだなというふうなねそういうふうに感じる方は向いてると思います。はい、でレジュメの方にね戻りますけれども。 各種の表示に関する登記ということで各種のっていうことはこの表示に関する登記の中でもいくつか出てくるわけです。これれれをそれぞれ覚えていかななきゃいけないいけよねっていうことでまず表示に関する登記は大きく分けると2つに分けられます。でこのように分けたい時こんなふうにねあの講義の中では色を変えます。でまずは不動産の物理的現況の変化に対応してなされる登記。 これを2行下がって報告的登記と言いますはい、物理的現況の変化に対応してなされる登記ということは表題部には物理的現況が記録されますよというふうに言いました先ほども種類これは建物がどのような利用目的に使われているのかなね、そして構造 ね、どんな構造をしているのかな何階建てとか主な構成材料とかあとは屋根はどんな材料で吹かれているのかな、ね、あとは床面積、ね、これが物理的現況です、ね、でこの物理的元凶に変更が生じた場合物理的元凶の変化に対応してなされる投機というのが必要になってきます。これを報告的陶器 と言います、ね、じゃあ物理的現況には変化ないんだけれども必要な登記っていうのがこれあるわけです。で不動産の個数を変更するというとこれ建物が実際に1つから2つになるのかなっていうことじゃないんです。 これ個数を変更するといったら登記,記録の数が変わるるとということになるんですだから先ほどちょっとお見せしたこれ、ね、これを2つにしてくださいということになるちょっとイメージつきづらいですよね。はい、まあ、ただこの投機記,記録を分ける必要がある ね、まあそんなシチュエーションもあるんだなと思ってください今はちょっとイメージしづらいと思うのでこの後土地でねちょっと説明していきたいと思います。はい、でこの不動産の個数を変更する登記というのは創設的、ね、まあ形成的登記なんていうふうにも言われますけれどもまあこの2つを覚えればいいでしょう。 報告的登記これは物理的現況の変化に対応してなされる登記創設的登記っていうのは不動産の個数を変更する登記でこの不動産の個数というのは登記記録の数だよっていうことになりますはいで具体的にどんなものがあるのかはい引き続き報告的登記に関してはピンクで引いていますはいまず不動産が発生した場合はい家建てましたなんていうのが一番わかりやすいですはいそうすると はい家建てましたねでも自動的に登記記録が登記所に備わるわけじゃないわけです誰かが登録しなきゃいけないね所有者が登録してくださいっていう登記の申請をしますねでそれが表題登記と言われるものね土地に関しても建物に関しても最初に登記記録作ってくださいというお願いが表題登記ということになります ね、だからそれによって初めて登記記録が作られるんだはい「不動産が発生しました」「表題登記を申請しますここで登記記録が備え付けられます」ね、でじゃあ登記記録が作られたら以後何もないのかって言ったらそんなことはない。はい「物理的現況の変更」に伴いなされる登記。 表題部の変更の登記。はい、建物新築しました。表題登記をして登記記録が備え付けられました。何年か経って、屋根を吹き替えました。となると、構造というところに変更が生じます。ね、ちょっと狭いので増築しました。床面積にも変更が生じます。そういったものをイメージしてもらえばいいです。そうすると、表題部の変更の登記っていうのが必要になる。 はいまあ当然ですよね。陶器記録が作られました。はい。でも屋根吹き替えました。はい。これ瓦吹きとあります。ね。でもスレート吹きにしましたよ。ね。あとはまあ6屋根なんていう平らな屋根にしましたよ。ね。そうすると元凶は6屋根なのに陶器記録は瓦吹きのまま。ね。これじゃまずいよね。 とということでこでれ変更の登記が必要になる増築したとしたらこれ床面積これもっと増えてるはずでもこれ誰かがいじらなければこのままやっぱり現況と登記記録の内容合ってないよね,ねやっぱりまずいよねっていうことでそういった場合に表題部ののの変更登記っていうのが必要になります、はい、で最後建物取り壊しましたよ。 はい、そうすると建物現地にもうないのに登記記録はデータとしてずっと残ってるわけです。ねこれもやっぱりまずいよねっていうことでじゃあ登記記録を閉鎖してくださいっていう名室の登記っていうのが必要になってきます。ね報告的登記この3つ覚えちゃいましょう。表題登記表題題登登登記記部の変更登記名登記でこれらは全てこれですよね。 不動産の物理的現況の変化に対応してなされる登記です。はい、一方、創設的登記の方は不動産の個数を変更する。はい、土地の分泌の登記。土地の合筆の登記。で、建物の方は分割の登記。合併の登記。ちょっと似てますよね。 土地の分泌と建物の分割っていうのは分々で似てますけれどもこれは登記記録を分けるだから登記記録の数が増えるんです、ね、一方合室の登記それから建物だったら合併の登記これ一個に合わせちゃうまとめちゃう合ですからねだから登記記録が減っていくんだ、ね、そんなふうにイメージしてもらえばいいです ただあくまでも上のこの「登記簿上の」ね、この上のってちょっと強調して波線引いてあるんですけれども登記簿上の不動産の個数を変更するためになされる登記っていうことになるので現況は何も変わらないっていうのがこれポイントになってきます。はいあとはね一読しておいてください。はい、で2ページ目もざっとね読んでおいてもらえればいいです。で3ページ はいじゃあ報告的登記の方から具体的にもう少し細かくね見ていきましょう。報告的登記の中の最初はい「表題登記」です。はい「表題登記」っていうのは最初になされる登記です、ね。だから建物だったら建物新築しました。ね、こんな建物を作ったのでこの建物の物理的現況これを登記記録に記録してください。 っていうお願いが表題登記の申請ということになりますね。だから未登記の建物未登記だから登記されていない建物についてって出てきたらもうこれは表題登記の申請しかないなっていうふうに考えることができますはいポイントは表題部に最初にされる登記です、ね、で表題登記がなされると登記記録が作成される 土地だったら、まあこういう水面を埋め立てましたよ。まあ、これが一番わかりやすいかなと思います。ね。あとはまあ海底隆起なんていうのもあります。ね。あとは古くからずっと存在する土地なんだけれども、陶器されていなかった。だからどんなふうな原因で生じたかわかんないなんていう土地もあります。ね。ただそこで初めて陶器記録作ってくださいって言うんだったら、表題陶器をすることになります。 これをすることによって登記記録が作られる「建物建てました」はい「建物を建てた」だけでは自動的に登記記録が作られるわけではない表題登記を申請することによって登記記録が作成されるということになりますはい下の文章をちょっと見ていきましょうはい2つ目の段落「例えば」から「 はい、令和3年1月20日、はい、岡山光則さんという人、はい、この人が建物を建てたんですね、はい、所在があります A 市 B 町1丁目2番地、ね、そして家屋番号が2番、はい、種類は居宅、ね、構造は木造瓦葺き平屋建てそして床面積は100.00平方メートル はい、そして付属建物なんていうものも一緒にこれ新築したんですね、はい、付属建物もやっぱり上と同じように種類構造床面積、はい、これらを全て登記事項として、ね、要は申請情報の内容として申請書に盛り込まなきゃいけないっていうことになります。 はい、そうすると所有者である岡山光則という人から新築した建物について表題登記を申請すでこれちょっと書きましたけれども申請義務あり、はい、今マーカーちょっと引いてもらった「表題登記」それから「表題部の変更登記」それから「メッの登記」 ね、これらは報告的登記の代表ということになりますけれども、これらは申請義務が課されるんです。ね、なぜなら表題部は作らなきゃいけないんだよっていうことを先ほどちょっと登記記録を見て申し上げました。ね、こんな建物作りましたよ、建てましたよ。ね、登記記録作らなきゃいけないんです。所有者に申請義務が課されるんです。ね、で、もし変更した場合は、ね、何か構造が変更した、増築した。 床面床面積が変わりますね。変更したという場合にはこれは現況と登記記録の間に不一致が生じるからね。これやっぱり変更しなきゃいけないんですね。面積の登記取り壊しちゃって現況ないのに登記記録だけあったらまずいんですね。だからこれもやらなきゃいけないんです。で誰がやらなきゃいけないかって言ったらこれは所有者ですね。でも所有者にそんな知識ないから。 これは土地家屋調査士の仕事が出てくるね。そこを業とすることができるのは土地家屋調査士だけなんですよっていう話になってきますね。まず申請義務があるんだっていうこともぜひ覚えておいてくださいはいで四ページはい今の内容ちょっと図にしてあります はい令和3年1月20日に岡山さんがこの建物を新築したんです。ね、いつ建てたっていうのもねこれ登記事項になってくるのでこれも必要になってきます。はいで「居宅はいまあ普通に人が住む住宅だと思ってください。で「物置」も一緒に。ね、でまあこれ物置物置があれば収納なのでこの「のあ収納なのでこの「居宅の 価価値値は高高ままままりりすよね利用価値が高まりますよねそうするとまあそういった要件のもとこれもセットでで登記すするることってていうのが認められてるんです本来だったら1つの建物について1つの登記記録ですよっていうのが原則なんだけれどもこのように利用価値を高めるような建物の場合はセットで登記ということが認められている。 ね。でこのあたりの内容は重要なので、まあ実際に講義の中ではもっともっと詳しくやりますね。もうこれ絶対覚えてきてねなんていうのをもう全体構造の中で宿題に出したりします。ね、で、まあこれは物置なのでじゃあこれセットで登記するんだなとなると、はい所有者が表題登記の申請をしますね。まあ、この人知識あったんでしょうね自分でやったのか。 そうすると表題登記の申請をすることによってこれを登記官というね、まあ、国の登記書というところにいる登記官が登記を実行登記の実行手続きとして登記記録を作成するということになります。そうするると登登記記記にこの録が設けられる 初めてここで登記記録が作られるっていうことになりますはいそうするとまずこの部分で主である建物なんていうふうに言いますけれどもまずこの居宅の種類構造床面積そして新築年月日というのが登記されますそしてセットで登記することになるこれ付属建物なんて言いますけれどもこの物置の 種類構造床面積これも記録されますねいつ建ったのか書いてませんよねここに書いてないっていうことは主である建物と同じ日付に建ったのねっていうことがここから読み取れるんですねでもし2日後に建ちましたよっていう場合はここに令和3年1月22日新築というふうに記録されますねこういった内容も講義でねまたしっかりと勉強していくことになります。 はい、そして所有者が岡山光則ですよというふうな形で「表題部所有者」なんていうふうに言いますけれどもこういった内容が記録されることになります。いいですかねまず「表題登記を申請する」そして「登記記録が作られる」ということになります。はいいいですかね はい、で、次に五ページ。はい、今度は表題部の変更の登記です。一ページの。この部分です。ね、今ここの表題登記見たので、次にここ、表題部の変更の登記。 はい例えばもう登記記録がだから備え付けられた後の話ですはい見てみると表題部に畑とあります畑はいだから登記記録が作られた時は畑だったんでしょうね、でも現況駐車場になりましたはいだから畑潰して駐車場にしたんでしょうね はいそうするとここに不一致が生じますね現況駐車場になってるんですでも登記記録は畑になってるんですこれじゃあ登記の意味がないですよね。不動産の情報をきちんと表していないと登記の意味がない。だからじゃあ 登記記録の「地目」という部分を変更して一致させましょうねっていうことで駐車場の地目ってこれ雑種地地という地目でで表すんですん、ね、だから地目変更登記というものを申請してまあこれ地目を変更してくださいというお願いです。ね、そして表題部の地目が雑種地に変わり 現況と一致しましたねっていうことになりますこれもやっぱり所有者土地の所有者に申請義務が課されます建物も同じもともと1階建てだったらこれ平屋建てというふうに登記されますでも2階建てにしたんだっていうことになったら現況2階建てなのに1階建てのままじゃまずいですよねっていうことで2階建てにしてくださいて 構造変更、ね、表題部の変更登記というのを申請して一致させま,せ一致させましょうねっていうねいことです、ね、これが表題部の変更登記。はい、で今の内容文章になってるのが下、はい、1行目の後半から登記されている不動産の現況が変化した場合真下に下がって登記事項が現況と一致しなくなる3行下がって 不動産登記法は登記簿上の所有者に次の行登記の申請義務を課し表題部の登記事項と現況を速やかに一致させるようにしていますこの場合になされる登記を表題部の変更の登記はいでここ登記簿上の所有者括弧の中に表題部所有者 所有権の登記名義人とありますね。で表題部所有者と言ったらこの土地はまだ表題登記までしかされていないんだなっていうことが読み取れます例えばさっき見た建物の登記記録ね。建物を建てました表題登記を申請します 登記記録が作られましたでここは「表題部」になるのでここで示している岡山光則っていうのは表題部所有者とということになりますだからこの不動産はまだ表題登記までしかされていないんだな、ね、その所有者は表題部所有有者者は部と言いますただ所有権の登記名義人といったらこれは所有権の登記までされている不動産なんだなっていうことが読み取れます。 ははいこれはもう皆さんねちょっと画面だけ見てもらって先ほどの建物の登記事項証明書これは権利部まであるんです。ね、権利部まであるということはこれ所有権の登記がされているもちろんこのね所有権保存登記っていうのはもう、えー、司法書士さんたちの仕事になるので私たちができる分野ではないんですけれども所有権の登記がされていると所有者 三橋徹、ね、この人は所有権の登記名義人という言い方をしますはい。だからその不動産がどこまで登記されているかでこのように申請義務が課される人の表現方法が変わってきます表題登記までしかされていないんだったら表題部所有者所有権の登記までされている不動産だったら所有権の登記名義人 ね、この言いい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 方方ににはは早いうちに慣れていった方がでいいです、はい、いいですかねこのような変更があった場合は所有者に申請義務が課される登記の申請義務が課される、ね、で表題登記までされている不動産だったら表題部所有者に所有権の登記までされている不動産だったら所有権の登記名義人に申請義務が課されます覚えてください。 はい。次に七ページ。はい、まあ、今の内容ですね。令和三年一月二十日に畑潰して駐車場にしたんだ。はい、そうすると。 現況は駐車場になっているのに登記記録は畑のままま不一致が生じます、はいそうすると一致させるために「地目変更登記、はい」これを申請することになる。そして地目の欄が「畑から雑種地」に変更されて「はいここが一致したね」。 という内容がこの登記の申請をすると登記記録がこんなふうに変わりますよ。はい畑だったんです、ね、でも「地目変更登記」をすることによって「雑種地」という地目に変わります。はい、まあ、駐車場が雑種地というふうに表す、ね。地目っていうのはこれ全部で23個というふうに決まっています。 でも皆さんにはこの23個の地目は必ず言えるようになっていただきますね。まあ、徹底解析に入ってからでいいですけれども23個は全部暗記してもらいますね。で一応22個の注目が決められていてそこに当てはまらないものは雑種地という地目で表しますだから試験的にも雑種地という地目は非常に頻繁に出てくる地目だと思ってください いいですかねでその他の22個もしっかりと覚えていただくことになります。はいこのような形で地目変更登記これをすることになりますでここではこの登記記録は表題部しかないなっていうのがわかるので、ね、岡山光則という表題部所有者に「地目が変わった時から1か月以内に,以内に 地目の変更登記の申請義務が課されるんだはいでこのように地目が変更した日付なんていうのもねこのように記録されますで登記の申請っていうのは表題の表題登記の時も言いましたけれども登記登記記録をこうしてくださいっていうようなお願いなんですね、だから表題登記さっきやった表題登記だと登記記録を作ってくださいって いいうお願いが表題登記の申請で今やっている「地目変更登記」っていうのは地目が何年何月何日にこう変わったので地目を変更してくださいというのが地目変更登記の申請ということになります。だだから登記記録をこうしてくださいという登記の申請書を作るんだ,だからこれを覚えるっていうことは申請書の書き方を覚える。 っていうことにつながるので登記,記録がこううなるんだっていうのはね是非理解していくと登記の申請書書書式に入って作りやすすいです、ね、申請書を書くという作業はもちろん書式の時間に覚えてもらうことになるんだけれども理論でこのように登記記録の展開を覚えていくっていうことは書式の勉強にもつながるんだっていうことをね頭に入れておくといいです。はい、はいで次 わかりやすいですはい、名室登記はい、これはもう登記記録閉鎖してくださいというお願いです登記されている不動産がこの世から消滅まあ建物取り壊したっていうのが一番わかりやすいと思いますね、そうすると名室登記これが必要になる名室登記がされると登記記録は閉鎖されるね、要はもう現地に建物ないのに 土地だったら土地も、まあ、これは怪没なんていうことでね、えー、載せてありますけれども要は不動産ないのに登記記録だけある状態っていうのもやっぱりこれ不一致とということになります、ね、だから登記記録閉鎖してくだはい建物を令和3年1月20日に取り壊したというふうになったら取り壊したので登記記録閉鎖してください。 という名室の登記を申請することによってこの登記記録は閉鎖されるっていうことになりますはいじゃあ閉鎖されるということになると今はもうこれは登記の情報としてデータで登記所で管理しているのでそのデータ全部捨てちゃうのかって言ったらそんなことはなくてね実際に名室登記をした時から何十年間保存しますよ いいうようよな保存期間が決ままっています、ね、登記記録もこれ保存期間が決まっていてでこれ土地と建物でちょっと違うというねややこしごめんなさい <laughs> でこの保存期間っていうのは登記記録の保存期間だけではなくて登記書に備えておくべき情報いろんなものがあってそれぞれ保存期間が違うんです。 でこれもやっぱり暗記うなるべく暗記に頼らないような形で講義はしていきたいとはもちろん思っているんだけれどもやっぱり覚えななききゃいけないいけ内容っててうのはこれ出てきます、ね、だからもうそれはそれでもうこれは割り切って覚えるしかない。ね、ただしきちんと内容を理解しなければ問題解けないようなところに関してはもうこれは暗記ではなくて。 ね、もう法律だって難しい文言だったとしても噛み砕いて説明することによってししっかりと理解していただくくようにししますからねそのあたりは安心してだださい、ね、ただ今言った保存期間だったりっていうのはもうこれはどうしても暗記しなきゃいけない例えば「地目の23個」これだってやっぱり暗記しなきゃいけない、ねまあ、そういったところはもうメリハリつけてやっていきたいと思います。はい次に9ページ はい色変えましたはい創設的陶器ですね創設的陶器っていうのはこれは物理的現況には特に変化はないわけですね変化がないってことはさっき見てきたように申請義務は基本ないですやらなくても別に何の問題もないねじゃあ創設的陶器のまず一つ目分筆の陶器いきましょう はい、分泌された土地について新たに登記記録が作成。はい、図を見ると分かりやすいと思います。こうという土地がありますね。で、このこという土地一部を分泌して落ち土地にしたいんだ。ね、だから一筆はい、土地に関してはこれ一筆二筆とか一筆で二筆って数えていきますね。一筆を二筆にしますよ。 分ける筆と書いて分筆登記というふうに言いましたね、そうすると登記記録が1つから2つになりますはいでもこの分筆前のこの土地の登記記録は分筆後の高土地の登記記録として使い回していきます はいそしてこの「オツ土地の登記記録」は新たに作りますよ新規で作成になりますとはい意外とこれ甲土地の「分泌の登記が完了すると登記記録が2つになるということは分かっていてもどっちも新たに作るんだというふうにねこれ思ってしまいがちなんだけれどもそうではなくてもともとの 土地の記録を使い回すということになります、ね、この使い回す方の土地だから高土地ですねこれを分泌元地とか分泌残地という言い方をします。ね、でこの新たに登記記録を作る方の土地を分泌先地というような言い方をします。 はい今の内容ね下に書いてあるのでぜひ後でね一読しておいてくださいはいで下た2行文分分筆の陶器は創設的陶器はいさっきから何度も出てきてますね陶器の効力は陶器官が等規簿に陶器を実行した時に生じます要は現況何も変わっていない報告的陶器のように現況何も変わっていないのでじゃあいつ効力が生じるのって言ったらこれは 登記官が登記を実行した時ね。だから登記記録を先地の方については新規作成して元地の方には分筆したことによってまあ、これ当然地積という土地の面積減りますよね。そういったことを変更したね。その登記官が登記簿に登記を実行した時に生じるんだ。 これが創設的陶器の特徴ですはい六十四ページはい今言った内容図にしてあります分筆の陶器もともと分筆前一番という土地はいでこの土地について陶器記録が備え付けられていたんです、ね、表題部しかないんだなっていうことがわかります もし権利部があったとしたら、ね、所有権の登記がされて権利部ができたとしたらこの所有者っていうのは抹消されることになるのでこれが残っているということは「表題登記までしかされていないんだな」こんなふうに読むことができます。はい、でこの土地を分泌します分けますよ、はい。1番の土地を分けるとこんなふうに「ち番と言いますが土地の名前変わります。1番1 1番2 ねでまあ、これ地盤の振り方っていうのは原則があるんだけれども、まあ、そういった内容はまたね、えー、本講義でねやっていきたいと思います、はい。そうすると分泌することによって登記記録がつつから2つになります、ね、でも新たに作成するのはこっちだけ。ね、でこれを分泌先地なんていうふうに言います。 ね、じゃあ、こっちの登記記録は、はい、これ使い回しです。はい、さっきも書きましたね。こっちの土地は、元地、分筆、元地、もしくは。残地、残る土地と書いて、残地。なんていう言い方をします。はい、いいですかね。この登記記録の展開も覚えておくといいと思います。 はいそうすると11ページはい残地元地についてはこれは分泌前の登記記録を使い回します。ってことは当然面積減りますよね。はい面積が減ってますよで分泌後の地積、ね、これが記録されることになります。はいででなんで減ってるの っていう理由1番11番2に分泌したからだよ。と、はいまあ、いうこともね先ほどちょっと図で説明しました、ね。どうして1番1になるのかっていう一番の振り方に関してはきちんと本講座でやりますよっていうことです。はいで1番2先吉の方です。これは新たに作られますよ。 はい新たに作るということはもうここ全部記録されるんです。ね、でなんでこれ新たに作られたのか1番から分泌したからら分しただよ、ね、この文言ももねすてて覚えてもらうこことになりますこれはもう書式の時間にしっかりやるんだけれどもこうやって登記が実行されるから申請書これに習って書くんだなっていうふうにね覚えていくと書式の分泌登記の申請書もこれ書きやすいです。 ここまでが理論の、えーまあ、体験とということになります、ねまあ、理論の方はやはりテキストに沿ってこんなふうに授業を進めていく、ね、でなるべくマーカーを使ってメリハリつけて、ね、比較するところはやはり色を使い分けてこことここがこう違うんだよ今見てきたところだったら報告的登記と創設的登記こんなふうに違うんだよ、ね、でこんなものがあるんだよ、ね、こんなふうに覚えていくことになります。 でここからは書式になりますで書式っていうのは土地と建物についての登記の申請書と図面を作成するねこれが書式の試験になりますねだからどんな登記があるのか、ね、土地についてもいくつかの登記があるし建物についてはこれさらに多くの登記がありますだから文章からどんな登記を申請するのかな っていうのを読み取ってこの登記の申請をする際にはどんな添付書類が必要なのかな、ね、どんな図面を作成すればいいのかな、ね、こういったことをしっかりと答えられるようになっていく、ね、まずは書式の第1問目、ね、これをどんなふうに解いていくのかっていうのをこの後見ていきましょうはい12ページ開けてください。 はい、まず最初の問題全体構造の最初の問題なのでごくごく簡単にしてあります。ね、ただこれがやっぱり土台基礎になると思ってください問題の解き方はやはりマーカーを引いて重要なところをチェックしながら問題をね考えていくんだけれどももうとにかく最後まで忘れないでほしいのは誰から申請があったのか。 ね、申請人になる人は誰なのかな要は土地だったら土地の所有者さんだったり建物の所有者さんね、建物の問題だったら建物の所有者さんってことになります誰からの申請なのかそして何についての申請なのかね、要は対象となる土地はどれなのか対象となる建物はどれなのか 最近は問題がどんどん複雑化してきているので対象の建物間違っちゃうなんていう人もこれ実際に出てくるんですで本試験会場では誰もが緊張している中で問題解いていくことになるので普段やらないようなミスを犯しちゃうんです。 こっちの建物について聞いているのにこっちの図面作っちゃうなんていうことがもうちょっと信じられないかもしれないけれどもこれ本当に起きるんですで一生懸命勉強している人ほど絶対ここで受かりたいっていう気持ちは強いわけだからやっぱりそういったミスも犯すんですねだからそういったミスを絶対に犯さないように問題をしっかり読み取っていくっていうのはすごく重要ねで誰から 何について、そして最後何の登記を申請するのか、ね、今日表題登記。それから表題部の変更登記名室の登記これやりましたよね。で、実際に令和元年の建物の問題っていうのは区分建物ね。要はビルの1室ね。これの表題登記の申請が出てきました、ね、で、土地については、これは分泌登記の。 問題が出てきてきるんです、ね、だからこういったどんな問題なのかなっていうのをしっかり読み取って何の登記を申請するのか、ね、誰から何について何の登記を申請するのか、ね、これをしっかり読み取るぞっていう気持ちで読んでいく。ね、もうこれは最後まで同じですからねで土地に関しても建物に関してももう大大大原則です。ね、じゃあ見ていきましょう。 はい、まず A 市 B 町1丁目1番1号に住所を有する河野一郎ははい、河野一郎 A 市 B 町3丁目に所在するはい、これポイントですね「表題登記のない土地」はい。 下記見取り図 ABCDA の各点を順次結んだ直線で囲まれた土地はい下に見取り図あります ABCD この四角形の土地はいこれが表題陶器のない土地ですよね。でこの土地の所有者が河野一郎さんですよはいここまでやってきた理論の知識でこれちょっとわかりますよね まず「表題登記がない土地」について聞かれてるわけだから「申請する登記ってもう一つしかないですよ登記記録ないんだから登記記録作ってください最初に登記記録を作ってください」というのが「土地・表題登記」ですよね。いいですよね。だからもう土地・表題登記の申請なんだ、ね。もうこれ見えました。じゃあ誰から申請するのか。 当期に関してはもうこれは所有者に申請義務が課されるんですよ所有者誰ですかって言ったらここにある河野一郎さん冒頭で出てきました、ね、だから「誰から」の部分について、ね、もうこれも分かりました、ね、じゃあ何について、はい、何についてもこれは「ABCDA」で囲まれた四角形の土地これが対象土地本件土地です ね、だからもう誰から何について何をっていうところがもうここで読み取れたっていうことになります。はいいいですかね。A B 町1丁目1番1号に住所を有する河野一郎はいまあ、この住所っていうのもこれは申請情報の内容としなきゃいけない、ね、これは申請書に書かなきゃいけないっていうふうにイメージしてください。ね、だから、まあ、ここわざわざ囲いましたけれども普通にマーカー引いてももちろんいいです。 ね、申請人覧はまあ分かりやすくアンダーラインとかいうふうにしてもいいし、まあ、こういった書式の問題の解き方っていうのは自分で、ね、もうカスタマイズじゃないですけれども何問も何問も解いていって自分でやりやすいやり方を見つけてくれればいいですからね。ああくままでもこんな方法ありますよっていうものを提供していく、ね、それが私の役目だと思ってます。はいで河野一郎が この abcd a で囲まれた土地について表題登記がないって言ってるわけ。だから、表題登記を申請する。はい、ここにも。ヒントが書いてありますね。河野一郎からコーチについて、表題部に最初にされる表示に関する登記ね。もうこれ表題登記決定だなっていうことが読み取れるんです。 はい。そうすると、あとはいろいろとね、こう、調査結果が出てきます。高知の地盤は23番となる予定ですよ。はい。ってことは、これは23番というのを回答として表現しなさいっていうことになります。はい。そして、高知が生じた原因、日付、これわかりません。ね。先ほども言いましたけれども、古い土地で、 いつ発生したのかわからないなんていう土地もこれ存在します。はい、その場合不詳というふうに申請情報の内容としていきます。申請情報の内容とするっていうことは申請書に書きなさいです。はい、で次に高知は不特定多数のものを対象とする時間貸しの有料駐車場。はい、駐車場なんていうんでしたっけ。 雑種地はいこんな言葉で表しますよはいまあ、これだけもう読み取れてくるわけですねあとははい十三ページに行って測量のデータというのが示されていますはいでまず A 市 基準点、要はまあ基準になる点です 101, 102。これ座標値をプロットしてこれを図面上に落としていきます。はい、そして ABCDA で囲まれた土地ということで abcd の座標値がもうこれ与えられています。 で合意挙合計挙とありますけれどもこれはまあここが x 座標でここが y 座標と思ってください、ね。そうするとこんなふうにもう座標値が与えられているので図面はすぐ書けます、ね。そして面積の計算もこれですぐできるようになります。ね、やり方はもう時間がないので本講座でねやることになりますけれども。 座標値があればもう面積は必ず出せるし図面も書けるんですでこれは第一問目なのでこんなふうに座標値をすでに問題の中に与えられていますけれども実際はどうなるかっていうとこの中でいくつかの座標値が隠されていますその座標値を求めるということが必要になってきてそこで多少の数学の知識が必要になってきますだからこのインプット完成講座の土地の 書式問題ねそこで、えー、しっかりとね練習していただく問題の中にも多少数学の知識が入ってくるので苦手な人はちょっとそこが辛いかと思うんですけれどもでもここに関しても土地家屋調査士で必要な数学の知識って本当に限られています高校1年生ぐらいのレベルまでが必要になるんだけれどもやっぱり今高校1年生って結構難しいことやってるんですよねただその中でも本当に一部ということになるので苦手な人も割り切って ね、で最終的にはもう電卓に頼っていいのできちんと皆さんできるようになりますから数学苦手な人もね安心してついてきていただきたいと思います。はい、で、まあ、この第1問目はこのように座標値全て与えられているのでこれで図面を書いていこうと思うんだけれどもこの座標値これをちょっとここに当てはめてみたいと思います。 はいそうするとはいちょっとずれるかもしれませんけれどもはいこんなふうにしてこれ座標軸です。 はい、で測量の面白いところっていうのは座標の軸のこの縦軸が X 軸なんです。で横軸が Y 軸。ねちょっとこれ最初気持ち悪いですよね。数学の学習なんていうと当然縦が Y で横が X でも測量の世界では縦軸が X 軸で横軸が Y 軸だ。ね。このようになってるのでもうこれはそんなもんだというふうに もう覚えるしかないんですね。でももうあっという間に慣れてきます。はい。で A 点の座標値っていうのがこれいくつですかっていうのが示されていて、x が7.00で y が0.00ですよ。はい。で B 点は x が18.00で y が22.00ですよ。 で、C 点が X が8.00で Y が24.00ですよ。で D 点が X が0.00で Y が3.00ですよ。はいだからこれ D 点は X が 0, X 0ということでまあここになる。で A 点っていうのは Y が0だから。 だから軸がこここにになななるんだなっていい、う話になります。はい、でこれを書いてしまえばこれを図面上にこの定規を使って落ととしていい、くことになります。はい、で今ざっとねちょっと書いてしまいますのでこんな風に使っていくんだなっていうのをイメージだけ持ってもらえればいいですからね。 はい、でこんな図面の練習用紙があるのでこういったものを使っても皆さんにはもうこれから何百枚という図面を書いていただくことになります。はい、でちょっとこれね私が使っているのは古い三角定規になるんですけれどももう皆さんにはもう最新の新しいね三角定規を購入していただくことになると思います。 はい、で早期の申し込みの特典なんかでもねこれ三角定規プレゼントできるのでそういったものもね利用してください。はいでこんな風にね左側にあるのを固定定規右側にあるのをスライド定規なんていう形でこんな風に動かしながら書いていくことになります。 でグリッド線と呼ばれる線があってこれを図面の枠に当てることで今ここでまっすぐな状態になってるなっていうのを確認することができます。はいで下書きでまずねこんなふうに書いていくんだけれどもはいゼロから始まってそれから10。 20見えますかねはいそして Y 軸の方も本来だったら下の方でね取るのが普通なのかなと思うんですけれどもこれ図面作図する時は上の方で軸を取った方が意外と分かりやすかったりします。はい、でここが0だということで1020。10 20 こんななに自分りりの軸をままず作りますで今回のこの問題だったらこんなふうに分かりやすい座標値なのでわざわざこんな目盛りをね振ることもないと思うんだけれども実際にはもっともっと細かい数字が出てくるのでこれはやった方がいいのかなと思ってます。はい、でこれでまず a 点というのが、X、が7。 はい。今実際に、ここのメモリは10ですけれども、ここを私0としたんです。ね。だから7というのは、ここが5で、ここが7です。はい。で、y が0なので、ちょうどここの点が a 点。で、b 点が、x が22、22。今ここ20というふうにね、これメモリ私振ってるので、22。そして y、ごめんなさい。 十八でしたね。ごめんなさいね。X. が十八だ。X. が十八で、Y. が二十二。はい、ここが二十二しているので、Y. が二十二。はい、ここが B. 点です。はい、今 A. B. が打てました。で C. は X. が八。はい、そして Y. が二十四です。はい、ここが二十で二十四。 はいこここが、C、はいこんなふうに t をひっくり返したような形でねこれプロットの印をつけていくと分かりやすいです。はいで最後 D 点が、X、が0ここですね0で、y、が3はい123はいここが D 点。はいちょっと見えますかね。今 A, B, C, これプロットできましたね。あとはもうこれ繋いじゃうだけです。はい、まあ、ここまで来たら、あとはもう一気に墨入れといった形でね。ペンでいってしまってもいいかと思いますが。 ここんななにに書いていくといてくととうりま,す、はい、まあちょっとざっとね作図の作業をお見せしましたけれども土地はこんなふうに座標値をプロットして書いていく。で建物は建物でまた定規の配置からちょっと違ったりしてこんなふうに。 こんなふうにもともと斜めで正方形になるような組み合わせで書いていったりもしますね。だからもうこれ土地建物を最初はね一緒に作図しながらね講義はしていきますので通信の方でもこれ安心してねこれ講義受けていただけると思ってますはいで今の問題どのように回答を表現していくのかというと一応 15ページ16ページに、えー、17ページまでですかね回答を表現しておきました今は本当にね何もわからない状態で見てもらうと思うので、えー、全てわかる必要はないですただこんな風に登記の目的何の登記申請するのか、ね、添付情報何が必要なのか、ね、こういったことを皆さんには回答として表現していただくようになります。 はい。で今ちょっと書きましたけれどもねこの形状17ページに載せてあります。あんなふうに定規使ってプロットして座標値をね作図していくんだなっていうことをまあ今はまあガイダンスなのでね、えー、見ていただければいいです。ね。その他に基準点という言われるねこのような座標値もこんなふうに表現してこの三角で丸二と表現してあるのが 基準点の座標値ですこんなものも表していくんだな a 点から b 点までの距離なんかもこんな風に表していくんだな。ねこういったところをね、えー、しっかりと細かく勉強していくことになりますそして面積の求め方っていうのはもうこのこの基準に従ってあこんな風に計算すると面積が出るんだなね、もうこれも機械的にもう覚えてしまって電卓叩くだけなので もうあっという間にもう皆さんはねできるようになってしまいますはいでここで得た「知籍」というのを申請書に書いていくんだなこれが回答として表現することが必要なんだな、ね、23番という予定地盤が示されていたからこれ書くんだ「地目」あ「駐車場は雑種地だったな」で「登記原因日付」 土地がが発,発生した原因わわかかららなないい場合はもうからないで不詳と表現するんだなな、ね、こんなふうに覚えていきます、ね、だから書式に関してはもうとにかくもう初めてなことばっかりだと思うので最初はやっぱりちょっと戸惑うかもしれませんけれども慣れてきたら本当にね楽しい作業になってくると思うので、えー、ここは毎日毎日やることによって自然に力が身につくんだから絶対サボっちゃダメなんです。 ね、よく言うのが、もう食う、寝る、食べる、ごめん、食べてばっかりでね。食う、寝る、それから、書くです。ね、もうこれを、もう要は一日のルーティーンとして、とにかく書く。これやっていれば、絶対できるようになりますから。ね、えー、ぜひ、まあ、このガイダンス、聞いていただいて、まあ、興味を持っていただければ。ぜひ、いろいろとね、ご相談なんかも受けられると思いますので。えー、ぜひ、お申し込みいただいて、一緒に。勉強していきましょう。 はいということでだいぶね時間ちょっと延びてしまいましたけれども「インプット完成講座を無料体験」というテーマでえ皆さんにお付き合いいただきまましたた最後までごご視聴いただいいだてありがとうございました。